そのあとは送ってるやつが届いて、うん、缶オケとかセットして、うん、終わり。いや疲れた疲れた疲れたな。あの物運んだりするってさ、うん、まあ、疲れるじゃんか。疲れるね。整体とかマッサージ行きたいなってなるじゃん。なるね。ゴヤナの整体に行ったのよ。うん、で整体行ったらもう先生に、うん、もう首と腕みたいなこと言われて、マジっすかっつって、うん、原因分かってるって言われて、うん、マッサージされながら、うん、で原因分かってるって言われながらこう携帯見てたのね、うん、でいやなんすかねってちょっとふざけて言ったら、うん、俺だよそれっつって大阪くんさっつって携帯いじってっつって、うん、まあ、現代人っすからねっつって、うん、本当にさっつってじゃあちょっと特殊なのやってあげようかなっつってなんかもう音波でコリを砕くみたいなすごいババババババっていうなんかもう痛いなんか針みたいな振動なの。あの全体じゃなくて範囲を狭めて、うん、もう狭いところにもう鉄の杭を打つパイルバンカー打つみたいなので凝り砕くみたいなのあるけどやるって言われて、うん、あじゃあやるっつってで先生それ持ってきて、うん、バって言って痛えのよ、うん、でもなんか砕けてる感じがすんの、うん、あーっつってでずっとダン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 って打ってて、うん、暇なのよ、うん、で先生暇だわっつったら、うん、先生がうるさいなっつってそれ黙って受けてっつって先生暇っつったら、うん、黙って受けてんのよ先生暇じゃあ携帯でも触ってれば今やってる行為全部無意味現代人はマジで本当スマホのせいでマジでやばいらしいからね。そんなこと言ったってもう切ったも切り離さないわけじゃないですか。そうだね。ジョーさんでも時折さ、うん、あのショーステ街へ出をやるよね。ショーステ？あの携帯置いて旅行行きたいみたいなこと言うよ、ね。ああなるなるなる。でも俺はなんだろうな普通になんか縛られたくないっていう。ああはい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 。でも確かにね携帯持ってない時の方がこうシャンとしてるわ。携帯壊れたんよこの間。はい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 。あの落としまくって、うん、でついに動かなくなっちゃってさ。1週間ぐらい携帯なしだったの。おどう？ね意外となんとかなった。あなんていうかネットあるからさ。あそっか、パソコンあるからね。外出ないじゃん、うんうん、だからさずっと家のパソコンでやってたんだけど、はいはいはい、まあスイカぐらいかな。あそっかスイカ入れてっからね。そう、うん、まあもう現金でやってたんだけどその間は。でも特に困らなかった。あうん。まあ連絡取れないぐらいか。そうだからね本当リアルにあれやった俺。関係者各位今から連絡取れませんってちょっとスーパー買い物行ってくるから小1時間ほど連絡取れませんっていうのをはじ初めてやった。たまにはツイッターとかで見るやつ、ね、そう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 。たまにはいいかもねスマホたち。結構俺友達ん家行くと連絡つかなくなっちゃう。あ連絡つかなくなるわ、うんうん、人と喋ってると携帯見捨てちゃうから、うん、たまにあるね君ね連絡しても全然出ない時。業務窓あるじゃんモンスターズメイト、うん、もうその時ね大体あれだと思いますよ。既読数が2少ないと思いますよ。俺と深山で三織とかと飲んでるから、うん、なるほどね。でもちょっと深刻だねその肩こりと首は。あでもねすっかり良くなりました。良くなった、うん、素晴らしい。運動不足な。そうだねこれからちょっと運動不足を解消していこうかなと。海が見えるよ。夏が来るな。夏が来るな。運動不足解消はあそこでやればいいさ。一日中泳いで日が暮れるまで泳いで夜になったらバーベキューして。夏が来るなもう暑いもんな。夏が来る面白かったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。